おかわりん機嫌いいねって機嫌よくなんかないですようちの彼氏くんはそんなことも分かんないわけねえ早く手洗ってきてさあお酒飲んでるの付き合っていいじゃん早くねえ珍しく仕事早く終わって帰って彼氏くんとうだうだできるって思ったら 彼氏くん飲み会だとか言って言っちゃって一人寂しくお酒飲んでた彼女の気持ちわかりますか早く手洗ってきて <laughs> ありがとうあ <laughs> お手洗ってきたああ着替えてきたんだねねえ何で今日飲み会だったわけ私が早く帰ってくるって知ってたよねその上で何で言ったの 付き合いがあるって <laughs> 入社してたかだか23年のあんたに何の付き合いがあるっていうのそもそもそういうコミュニケーションコミニケーションってんだっけそういうのご時世的にもなくなってきてるしねえ本当は飲みに行きたかったんじゃないの私のこと放っておいて会社の人達とワイワイしたかったんじゃないのそんなことないってどうだか ねえ私のことどう思ってんのちゃんと好き <laughs> そうねえさっきから何でニコニコしてるの可愛い,い誰が私なんで嫉妬してくれてるんだなってああ <laughs> 分かってないね 結構ちゃんと怒ってるよねなんで言ったの私がこうやって優しく言ってるから分かってないのねあんたは誰のものなの私のものだよねだったらさ他に尻尾振る前にやることがあるんじゃないのね反省してんのしてる 本当にじゃあお手だからお手できないのだけんだね犬じゃないってそっかこういうのは嫌かじゃあこういうのはどうしばらく連絡も取らないし私はここにも来ないなんでそうなるのって <laughs> まだ分かってないの これお仕置きなんだけど私のこと放っておいて寂しくさせたお仕置きお手一つで許してあげようとした私の心遣いを無視したのはあんたでしょだから人間らしくお仕置きしてあげようかなって連絡もしないし合わない私が寂しかった分あんたも寂しくなればわかるんじゃないそれはやだじゃあどうするの <laughs> はいお手。 ん上手だねはいおかわり当たり前でしょ犬だってできるはいおかわりうんかわいいねねえあんたはこうやって私にかわいがられてればいいのよ分かった私のかわいいダケンくん <laughs> ねえゅってして私のこと お仕置き終わりじゃないよ命令には従ってもらうからねギュッてして落ち着くちょっと汗臭い <laughs> よし満足したじゃあ私帰るうん止まってこないよ帰る <laughs> 言ったでしょお仕置きは終わってないってじゃあ 今日一日寂しい思いしてくださいお手お代わり意味なかった <laughs> 気づいた頭いいねじゃまた今度バイバイおはよう彼氏くん <laughs> なんでここにいるのって顔してるあたし今日休みなんだうん言ってたよ休みだってだから昨日あんなに怒ってたんだよ 早く帰ってこれて次の日も休みつまりたくさん夜更かしできたはずなのにって <laughs> そんなことはいいの彼氏くんも今日休みでしょどう仲直りデートと行かない <laughs> うん準備してきて急に来ちゃったし待ってまーすはーいお来たね ふんかっこいいじゃん <laughs> 褒めてるちゃんと褒めてるよかっこいい行こっかどこ行くのってまあ考えてやるから行こへえー、面白かった映画ただうんうん久々に見たから結構体がバキバキ。 あの映画館の餌合わないんだよ結構ねいや座り心地いいって言うけどさ結構なんでなんだろう私合わないんだよな面白かったからいいやこの後この後は飲みに行こううんその予定だったお店予約してあるから行こっか ここですなに <laughs> びっくりした顔してそうここは昨日あんたが会社の飲み会で来た場所ですなんで知ってるのってまあまあまあそれは置いといてじゃすいません予約してた <laughs> そうそうはーい、うん、何飲む まあまあまあ、まずは飲み物何飲む、うん、はーいじゃあ私生ででこの子はハイボールはーいお願いしますこのお店さあたしのいとこがやってんのよね <laughs> そうであたし彼氏の写真見せたことあったから飲みに来てるけどいいのって連絡くれたわけ何やら女の子に告白されたらしいじゃないの そんな話聞いてないんだけどありがとうこれ私の姉ちゃんまあいいとこだけどこっち私の彼氏まあ言ったことあるもんねでどんな様子だったんですって <laughs> 告白されてちゃんと断ったけどまんざらでもなさそうだったはあ <laughs> へえ はい教えてくれてありがとう。はーい。ねえどういうことかなちゃんと断ったとかじゃないよ。あんたのことを好きな女があんたの近くにいるって聞いてないんだけど別にだから連絡取んなとか会うなとかは言わないけど不安になるじゃんそんなの。しかもさ。 あんたからじゃなくて姉ちゃんからその話聞いてあんたからその話聞いてないし隠したいのかなとか思うじゃんだしこのお店私にとっても大事なお店だから一緒に来たかったのなのに会社の飲み会で先に来ちゃうし仕方ないって分かってても気分悪かったのだから今日のデートで上書きしたかったのここでの思い出を嫌だった 嫌じゃないよかったさあ料理も頼もここねポテサラが美味しいんだあ昨日食べなかったじゃあこれは私が初めてだ <laughs> あとねあ軟骨の唐揚げも食べたいな <laughs> 何食べたい時間はまだまだあるしゆっくり飲んでゆっくりお話しよで帰ったら今日こそ 二人でまったり夜更かしを。<laughs> 顔真っ赤。かわいい。